半前山先生です。仕掛けてね、今日ですね、朝9時に仕掛けたんですね、これ109時14分ですかね。で、この時間帯と違うんだけど、この時間、この時間現在と違うでしょ。1万ドルね、少額投資ね、1万ドル。それでね、665円行ったんですよ。それで、シグナルが見たのは、あ、これダメだよ。こっちに見たい、ね。シグナル見たのは、こちらね。このシグナルから見て、ここ通したんですね。ここで通した。で、監視はね、1 で、ね。で、これ下だから、両方合ってますでしょ。ね、シグナルのね。これは1分、ね、ここね。5分。これがね、上がるサインで来てるから、そろそろ落ちるだろうというのも、これね、こう来てるんで、いいね。これもいいね。これも下がるでしょう。これも下がるでしょう。ね、これは分かんない。これは下がっていく感じですね。だからいいとこ打ったんですね。ここで見たんですよ、なるほどね。それで監視は1分でね。で、2000で利益で、利益食いしようかと。で、こうね。ここら辺までは落ちるんじゃないかな、ね。時間帯はこうですね。バイナリーオプションの方も投資の監視してますから、これで稼ぐかですね。で、バイナリーオプションが調整中の間に、こちらライブで少しはね、資金投資で、ね、早く電気代は取れるようにってね。これ、10万ドル売りぐらいじゃないと、稼げませんから。電気代が、この程度だと1万ドル投資だと、電気代だけですね。で、今日はね、資金投資の状況はこうですね。よし、上がってきたね。ちょっと上がってきてね。こうだから、ここまで来たら2000ぐらいになるでしょう。ね、
これは短いんでスプレッド幅があるんで、そう簡単にね計算できないんです。あるんですね。ちょっとこうつけておきましょうか。こうは外して、で電子投資ではね、ちゃんとプラスになってね、1万9000円でしょ、ね、試験投資だね。これ何かな、バランスってなんかやたらと変なのあれってね。ねで、これまたプラスか。これは違うな、投資金。これマイナスよ、1、2、3、4。ねえ。水分でこんなのマイナスきちゃうね。上に株。でこうこうですね。で利益がこんな感じですね。試験投資ね。ちゃんとガチで勝つ、試験投資も勝つでしょ。ね。1ヶ月間で。ということですね。で、これまた上がってきたね。これ、これを1分は必ず見とくということですね。それでね、投資したら大体監視、一日中監視してないとダメ。みんな置いとくでしょ。ダメですね。ずーっと投資したらこれ、ね、これ音で聞いてるんで、ちゃんとね。食事してるのね。上がったり下がったりってボーンってするでしょ。それでね、上がってる時にこう、こう一回立ち上げ直すんですね。これでこうやってね。で、そうするとこれで下がると、ズドーンと音しますから。上がるとピーピーと音いいようですね。これを見とく。自分で簡単に作れますから、これね。あ、これ見てください。ちょっとね、作りたい人は、このスクリプトをね、これちょっと、お見せしますから。これを打ち込んでください。これで。これを打ち込んでください。これを真似してください。これだけです。ね、皆さんね。で、ここでね、利益食い。これを損切りね。こういう、ここのとこ合わせてください。で、マジックナンバーは0で O でやってます。0はこうで。指定したかったらこれしてください、ね、これを映してください。これから画面から見てくださいね。これで打ち込んでください。この通り打ち込むのがいいんですから。短いでしょうからね。打ち込みますよ。この画面からね、見てみてください。これは決算用のね。また上がってきちゃったな。うん。じゃあ、ちゃんと出てますよと。
これについては見せられませんけどね。ということですね。結構ですね、まだこうですね、ちょっときついときですね、上がっちゃってね。で、まあ、こういうふうにね、教えてるんだけども、YouTube のアクセスで年間売り上げ1億円ぐらい稼げなければね、今覚えないから。ただでは教えないよね。で、今アクセス全然ないから、誰も見てないから、ね、勉強してないわけですよね。こういういい投資方法を教えてもね、勉強してないから、勉強してないんですよ。みんな頭だけで動いてるから。で、頭だけでね、儲けさせないようにして、ズルしてるんだけど、それだけだと、わかんないよね。こういうことでね、で、これアクセスが年間僕の広告収入は1億円以上とか2億円以上になれば、ね、わかるでしょって大勢見るからね、投資の。ね。だからそういうことなんですよ。だから、ただでは教えないよって。だけど、みんなお金払う必要ないわけですからね。広告収入だから、ただで見れるわけですけどね。それでよく言ってアクセスしないで、ね、勉強はできないですね。ただなんだから。で、広告収入も与えないなんて言ってやってるようじゃ、これはバカにしてるんでね。だから、広告収入が1億円以上なければ、私がね、収入がね、勉強されてないわけですし、覚えないわけですね。見て、ちょっと見たって忘れちゃうんですね。ということですね。まあ、